おはようございます、釣り子 TV です。これブレディっていうことで、これねなかなか釣り具屋さん売ってないですよね、人気で、ブレディのねちょっと欲しかった番手があったんで買ってきてみましたっていうことで、これはですね針が2番サイズで 0.9g で、このシルバーのねコロラドブレードがついているモデルね、これを買ってきてみたんですけども、投げて巻くだけってことですよね。で、ワームを簡単まっすぐにさせるですね、ツイストロックのバネがついていて、で、この下にね、重りがついているので、まあ、安定したスイミングをしてくれるっていうことで、まあ、ただ巻いて釣れるっていうことでね、手が疲れた時とかね、この手のルアーあるといいですよね。まあ、ここら辺を投げて巻いてっていうことで、で、実際にね、これ、ちょっと別のバージョンですけども、ウイローリーフモデルね、まあ、こんな感じで、使ってるんですけども、もうねこれはデスアダーの4インチかな、まあ、ここら辺をつけてこんな感じでスクリューロック式でね、はい、使ってるんですけども、まあ、これにねちょっとねいろいろなワームをつけて、投げて巻くだけっていうことでね。でこれなんかねちょっと針が小さいサイズなので、先日ご紹介したこのレインのね、ここら辺つけてね、投げてみようかなと思ってね、ここら辺と組み合わせ、どうしてもね、やっぱ、これ単体だと、アジマタシャットですけども、ちょっと重さもね、軽めなんで、よっぽど細い糸ね、使ってね、ペッて投げればね、飛びそうなんですが、まあ結構この大きさにしてはギュッと身の詰まったね、感じで、すごい飛びそうなんですけども、ここら辺とここら辺ね、ブレディとかをね、こう組み合わせて、カットビのただ巻きの、なんか小さい魚食ってる釣り場なんかで効くね、そんな仕様にできないかな、なんて思ってね。そんでね、このね、アジマタシャッドなんていうのもね、買ってみたんですけども、このね、小さめの針のブレディにね、つけたらいいんじゃないかな、なんて思ってですね。いやー、しかし、繊細だから、これ刺さるかな。いやー、このスクリューの方がでかい。スクリューの方がでかい。壊れそう。はい、こんな感じ。もうこれだったらねえ、この針単体でもいいんじゃないかななんて思うんですけども、まあね、ちょっと小さめのこのねブレーディーにこんなね感じのこの組み合わせね、これでね小魚がチラ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 キラ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 ね、逃げてる、まあブラックバスのフィールドでね、投げてみたいななんて思って、で、ちょっとこの前ねこういうのをつけてねやっていたんですけども、この時はちょっと針がねこれ小さい番手でね、対してワームがちょっとでかすぎて、なんかね違ったんですよね。バイトが何回かあったんですけども、あれ針までかかんねえやっていう、こういったことがあって、じゃあ丸飲みできるようなこんなサイズで投げたらいかがかなと思って、で、アジマタシャットを買ってきてっていうね、こういう流れがあったんで、でこれだと針が小さかったけど当たりがいっぱいあったから、ちょっと針のサイズが大きくなった、このねブレディの追加で買ってきたっていうね、まあ、ちょっと、行ったり来たり話がしてますけども、このねこっちは針のサイズ3番だったかな、うん、だいぶねこう並べると、あ、やっぱりちっちゃい針だったんだなってのがねわかるんですけども、で、こっちで当たり出たけど乗んなかった魚にこっちの針、これをね組み合わせたら、あ、この方がマシだなっていうね。で、これに、さらにね、オープンウォーターとかで巻くんで、ちょっとね、乗せらんないよなんていう時は、さらに、ちょっと、アシストフックなんかもね、さらに考えてみようかなと思うんですけども。で、このコロラドブレード仕様と、ウイローリーフ仕様ね、まあ、ここら辺のね違いなんかもちょっといろいろ試してみたいななんて思ってね、まあ、こんな感じでいろいろとねつけるものを変えながら、当たりはね出てるんで、あとはねもうちょっとね食い込ませてかけるだけっていうところなんで、こういう微妙なセッティングの違いなんかをね研究しながらですね、当たり針をね見つけていければななんていうふうに思って、
ちょっとね番手の違うブレディを買ってきてみましたっていうことで、まあここら辺ねいろいろつけてね、まあ実際にね春先ぐらいからねどんどんねここをねあのまあベイトを追う姿、ブラックバスなんかよく見かけるようになってくるのでね、いろんなトレーラーとかというかまあワームをつけてですね、試していきたいと思います。あちょっとね思ったよりねこれこれをただ巻きでねすごいあの追いがあって今にも食いそうなんていうタイミングでよりブレードとであと下の重りでのこうより安定したまっすぐ泳ぎの、ね、そこら辺の性能をプラスしてバイトに持ち込めないかななんて思って、あちょうどいいなこれな、はいこんな感じね。あーでもやっぱ3インチぐらいの方がいいのかな、うん、坂俣シャットの小さいのとか出たらそれなんかも、楽しみですけども、こういうちょっとしたね、味変サイズ違いとかで、いろいろな状態の魚をね今年は狙ってみようかななんていう風に思いますので、まあ、釣れたらね、実況動画の方でもあのセッティングで釣れたよなんてねご紹介できるかと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけでね本日の釣りこう TV はこちら、ブレディの、まあ、このサイズこのブレード、これを追加で買ってきて、そんであの前に買ったやつとこんな、セッティングいろいろつけて楽しんでみてるよってこういった動画でした。はい釣りこう TV でした。